そう、今日はライドルフェス2人で出演する予定だったんですけど、本当は今何時なんだろう。多分今ちょうどやってた時間、違う、そんなことないか、もう時間とっくのとおりに過ぎてるか。見せてください。本当はもう今なうか終わってたくらいでぐす。らいか。いや、そうなんですよ、披露する予定だったんですけど、雷と雨がすごくて やばで、かった本当です。に最初信じてなかったんだよね。でもファンの方がその待ってる、会いに来てね、会場にもいるかなってなって、せめて会いに行くことはできないかってね、そう言って、ちょっそうなんです。ちょっと上と、から見てたんですけど、そう、すごかったね、やばかったです。雨ね。一応ピカピカそしう、てました。ね、誰ももういなかったね。誰もいなかったよね、もう誰もいなかったね。なんか中止になっちゃいました。そう、本当はね、これ見せていいのかな、いいのかな、ダメかな、本当は何する予定だったか言わない方がいいのかな、言わない方がいいのかな、どうなんだろう、言わない方がどういいでのすか、か？言わない方言わない方がいい。がいいらしい。そう、ちょっと雷神ならではのことをしようとしてたので、あ、違う、戦うとかじゃないんだけど、なんかさ、パフォーマンスしながら雷神っぽいことも絡めようずっとしてたんですけど、で、そう、ちょっとご用意もしていただいてたんですけど、それもできずで、そう。なんかでもてっちゃん実は格闘経験あったのみたいなコメントとかいやとかコメントありました。2人で出るっ てそうだよね、なってたんで。なかなかさ、フェスで2人ってこともないじゃん、 AKB で。 びっくりしたよね。そうだよね。パフォーマンスしながら戦う。 どういうこと？ どういうこと？そう、あ、でもそう、この配信は19時までです。そう、19時からは音楽番組始まるので、ポニッシュ AKB のポニッシュ皆さん見てください。テレタマさんの生放送の方にもちょっとだけ出るかもしれないです。出るかもしれ出るない。かもしれ天ない気天は次第。気次第らしくて、ちょっとまたアビバースとか何かで発信しますね。2人は仲良しですか？だってでもポケモンとね、ユナか、イトだよね、本当なんに。か最近はドリコイ公園ですね。特大でもまだ出たことあるっけ？一緒に出たことない気がします。ない気がする。これで会ったらどうしようっやばて。いやばい。ない気がする。でもない気がする。あるのかな。でもある気もする。でもお兄さんと一緒の MC なかった気がします。あれ、どこのポジションの人？私は日暮らしとひまわり、誰のところだ？日暮らしの黒の人です。 MC あるっけ？2人 MC してます、私。あー、なさそう。どうなんだろでも、ファンの人が一番知っう。でてそう。そう、今慌ててみんな確認してくれてるんじゃない。あ、ひななさんのポジションのところなんそうだ。です。おお、いいね。でもそう、16人公演でこの間さ、髪飾り交換したよね。そうなんです。ちょっとリンさんが、私がツイン系の髪してて私が一つだったので、よかったら声かって言っけてくれて、ました。髪飾りが1個と2個でちょうどいいかなと思って。なんかそわそわしてない？ なんかさっき楽屋で「人見知りなんです」ってホテちゃんが言ってきて、絶対嘘だろうと思っ本当て。ですよ。本当に？
どうなんですか、ホテちゃんはどんな子ですか皆さん。ホテちゃんファンの皆さん教えてください。え、ホテちゃん人見知り知らなかった。嘘じゃん。いや、ダメですね。ダメですね。あ、でも国体はまだ。あ、まだか。ない。じゃあ一緒に出れたらいいね。出たいです。でもあれユニットなんでしたっけ。ユニットが僕ジュリとディフェンスの人。全然違う。かぶんないね。確かにかぶんないね。しかもそのポジションだと絡みが本当に、はい、あの僕隊のさ、1B で向き合うところ。分かる。 あそこしかないのよ。え、セリカさんとか。あ、そう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 。あそこしかないの本当に。そう、確かに。え、7月29一緒ですよって言われて。あ、次か。あ、まだ。あ、メイメイが初日の時。そうだ、じゃあいますか。いるいる。じゃあなんとここで見合わせようか。はい、ここしかないから。あさってだ。あさってか、もうあさってか。早い。早いね。僕隊まだ数えられるくらいしか。あ、そうなの。はい。何回目ぐらい。次7とかですかね。あ、ピンチヒッターで何回か、うんうんうん、ずっとしてたんで。えらいね。ちゃんと出演みたいなのは久しぶりです。お、拍手。ピンチヒッター多いよね僕隊。はい。でもすごい駆けつけるって。いやいや、でも私がピンチヒッターの日、うん、ゲストさんがいらっしゃることが多かったんで結構ラッキーです。いいね、いいな。ラッキー。もかちゃんは意外とできる子でした。いや、そう、私ホテちゃん何でもできるイメージがあって、これもそう、さっき話したんだけど初めて言われました。あ、ちょっと待ってください。オフにする。ちょっと待ってください。オフにします。待って待って待って。どこにするの。どこにするの。どこにするの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ここだ。皆さん朗報です。あのこの後テレタマさんの生放送の、そもともとオープニングいた、あ、違う、テレタマさんのオープニングに出ることになりまして、見れるかもしれない。だからあのステージに行くってことですよね。行かない、なんか見れるところがあるかもしれない。その脇かな、なんかその辺とかで。ちょっと私も会場どんな感じなんだろう。会場の脇の通路みたいなところ。ところがあるんですかね。屋根がついてるところとかで、ちょっと中継、ほんまにオープニングにそう出演するので、まあでもまだ会場にいる人いるのかな、どうなんだろう。もしあの本当に、うん、本当にこのままお会いできなくてっていうの申し訳ないので。
ヤンドンということで、もしまだ、はい、あの会場にもし呼びに来るんで、あ、じゃあもうちょっとできる、あと5分くらい。よかった。でも帰っちゃった方、うん、いらっしゃる。あんなに朝晴れてたのに、めっちゃ雨降りますよね。降るよね、ゲリラ豪雨。え、あ、なんか私カクカクしてきた。大丈夫か。あ、電波が悪いですってきた。あら、すごい今。でも私の方大丈夫そう。うんうん、お腹めっちゃ鳴ってる。お腹が空いた。お腹すきますよね。だってもう夜ご飯の時間ですもん、うん、お昼食べました。お昼はあ、なんかさ、コンビニのさ、はい、ホットコーナーとかにあるチキン。どこですか。ニューデイズ。ニューデイズ、え、ニューデイズはなんですね。そう、違う、あの今日の、はい、あのそう、あのマネージャーさん待ってる時に、はい、あのベンチに座りながら食べてた。あそこのベンチですか。あそこのベンチ。あそこ、ニューデイズって言っただけで JR ってわかるのか。え、そうなんですか。 JR、 え、ニューデイズって JR にしかないんですか。え、どう、今ね JR だってコメントがあった。うん、まあ、私の方固まってるらしい。あら、あら、ホテちゃんの方は動いてます。お、ニューデイズそうみたいです。あ、へえ、やっぱ電波悪いんだ。でもコメント皆さん見れます、うん、見れる。みんな何でも知ってる。すごい、みんなの物知りだ。生放送はいつ頃。19時からです。始まるのがですよね。そうそう、ポテちゃんはお昼何を食べたんですか。ポテちゃんはモンスター飲みました。え、これ、はい、マリンさんも飲んでる。うん、モンスター好き。え、そうなんですか。うん、好き。私もでもこの味しか飲んだことないや。え、でも甘くて美味しいです。一番、え、おすすめの味は何ですか。え、ピンクと白、うん、白、白です。白何味。何味かよくわからない。よくわからない味なんですけど。なんだそれは。美味しいです。へー。戦うために飲んだんだ。違う、あ、備えて。それぐらいね、この仕事に気合を入れてたってことだよね。そう。でも今日は12時に起きました。12時。お、夜の11時ぐらいに寝て。早いね。眠たくて、で12時まで寝ました。いいじゃん、12時間以上。はい。ポテちゃんエナジードリンク依存症のイメージだって。そうなの。え、依存してないですよ。でも好きです。でも確かによく飲んでるイメージあるかも。レッスンの時とかよく飲んでない。いや、レッスンの時は飲んでない。違いました。でもたまに、いや、そうですね、家ですね、だいたい。レッスンの時は、うん、ちょっと水かお茶じゃないと水分補給する時は。そうなんだ、はい、逆にレッスンの時いつも私飲んでるんで、ね、え、あ、この前見ました。よく翼生やしたりモンスター飲んでる。そろそろだったり、そろそろかということで、見てくださってありがとうございました。行きます、この後行ってくね。待って、いるかな、ちょっと待っててください。はい、では。
終わるね。終わります。バイバイ。バイバイ。行ってくるね。行ってきます。